はい、今日もあなたと百姓天国。はい、かぼちゃの横のね、ナスとズッキーニをね、様子を見に来ましたね。できればポツポツとね、まだ枯れるまでにはね、全部枯れ上がるのには多少タイムラグがあるかなと、多少ぶら下がってますからね、取ってあげましょうね。はい、あ、違う、こっちか。はあ、多少はね、やっぱりね、ナス食べてほしいですからね。ね、まあ予定通り枯れていってるんですけど、どうですかね、あと何週間持つかな。そんなには持たないね。そこそこ綺麗なやつは仕上がってることは仕上がってるのでね、残念でしたね。病気になってなければね、秋ナスとしてね、はい、出せたんだと思うんですけど、これ庄屋大長ですね。まあしかし本当にね、僕千葉時代はね、ナス得意だったんですけどね、こんなに苦労する野菜だとは。ナスで今まであんまりその苦労した経験がなかったもんだから、余計にね、なんかあれですよね、なんでしょう、なんでっていう感じの方が強いですけどね。よいしょ。ちょっとでかいな。あんまりないかね。もうこの辺もほらね、枯れてきてるっすもんね。残念でございました。もうこの辺はダメですよね。本当残念だよね。なんでなんでって言われてもって感じですよね。イタリアのナスどうですか、これ1個仕上がってね、綺麗ですよね。はい、昔はこういうのボンゴボンゴできたんですけどね、ダメですね。もうなってないか。しょうがございませんね。よいしょ。仕上がると綺麗なんですけど、これね、花咲いてるんですけどね、多分ダメでしょうね。その前に病気が広がりそうですもんね。ないよな。はいはい、ズッキーニ君はどうですか。なんだろうね、やっぱちょっとなんか天気がずれてる気がするよね。よくわかんないよね、ズッキーニのこちらのその適期というか時期がね。そう、ズッキーニの弱点はね、真夏はできないんですよ。じゃあいつできんだってね。だから春先で、だけど寒い時期できないですよね。霜が降りる時期にはできないの、絶対にね。だから夏野菜ではないんですよね、ズッキーニってね。どう思いますって話でね、ズッキーニは夏野菜ではないんですね。こうやってこの間植えたやつが活着してるんですけどね、9月なのかな、よくわかんないや。本当に品種によるとは思えないね。これ何種類か混植してるのでね、
まあでもこの姿じゃやっぱりできる感じではないですね。やっぱり真夏、やっぱ暑すぎるっていう感じがしますよね、見ててね。はい、だからやっぱり暑すぎて、花がだって花が止まってないもんね。もうちょっと後ろ、今8月の終わりでしょ。そうだよね、今ぐらいから9月から10月に撮るんだったらできるかな。でも10月ちょっと遅い気がするな。どうですか関東で、やっぱりその辺がちょっと多少、関東だってやっぱ秋で作れるもんね、ズッキーニね。まあもちろんメインは春ですけど、その辺がもう一つ、あそこに大きいのがあるね。もうどんどんね、あのちっちゃくても出していきましょう。もうこれ枯れるじゃないですか、この人ね。もうだからこれ最後ですよね。はいはい、多分病気の進行の方が早いから、あっという間にねダメになっていくものと思います。せっかく植えたのに。ただほら、うちのその研修生も、彼もねトマト何千株、青枯れで一発で枯れさせてるんですよね。だから青枯れの症状とは多少違うですよね、一気にって感じじゃないのでね。僕は関東の時に青枯れって経験してないと思うんだけど、研修時代から含めてね、ね、青枯れで何かが全滅したっていうのは、僕その症状は経験がないと思うんだけどな。ナスがここまで全滅するって僕ないんですよ。なのでね、もう一つ僕もよく分かってないんですけど、だからこれだからこうっていう対策は僕はねやる気がないので、うん、病気が出てくる原因なんてみんな一緒ですからね、要は。はい、まあちょろっとだけ今日取れてよかったですねって話ですね。はい、よいしょ、暑い。さあ、そういうことでズッキーニができてくれると嬉しいんだけどな。ナスでした。はい、ということでね、ほんのちょっとだけですけどね、今日お客さん食べてください。もう最後のナスですね。来年は頑張るぞね。はあ、やっぱりしんどいな今日は。今日はもう出荷したらダウンかもしれない。行きはまだいいんですよ。ね、仕事やらなきゃいけないことが、これ撮影しなきゃいけない、あれ、こうね、気張っていくじゃないですか。帰りはさ、ね、全部、あの、打ち合わせ終わって、2日間ね、丸々スタッフの人と一緒にね、密に仕事して、で、夕方ぐらいになったらね、いや、百姓農園さん、本当に遠いところ、いつも、お疲れ様でしたってね、本当に、あの、至れり尽くせりでね、スタッフの人、本当にね、いろいろ僕は遠方から来てるし、僕が一番ね、年寄りなんで、気遣ってもらってね、至れり尽くせりね、疲れたと思ったら水は出てくるし、おしぼりは出てくるし、腹減ったなと思ったら飯は出てくるのでね、そんなことはこの三重県ではないので全部自分でやらなきゃいけないんですけど、向こう行ったら殿様のようにね扱っていただいて本当に嬉しい限りなんですけど、うちの研修生よりもよっぽどその向こうに行った方がね、うちの研修生ボンクラですから、皆さんの、お気づきのようにね、何も気づかないんで、こうしてほしいということの逆のことをやられたりしてね、せっかく撒いた種を撒き散らされたりされますのでまあいいんですけど、そうそう、だからね、でね、いや、ようやく終わったと思ってね、夕方向こう4時5時ぐらいに出てきて、なんとかね日付が変わる頃にこっちに着くんですけど、やっぱその帰りがやっぱりきついですよね。でもほら、長距離トラックでね、僕だから関東からこうやってね、三重県だからそんな距離ないですけどね、一晩で東京から博多とかね、あるいは博多から青森っていう人もいるわけでしょ。まあ本当にね、それで給料が安いわけですからね、そりゃ誰も運転せんわなっていうことですよね。まあいずれこの国もだからいつも言ってるようにね、もうクリック一発で翌日に届くということはなくなる時代がもう目の前に来てるってことですよね。はい、アマゾンはどうするんですかね。アマゾンのその今のね幹部の人はどのように考え、やっぱりあれですかね、国交省に圧力かけてやっぱりドローンを飛ばそうと思ってるんですかね。だけど日本はね、
結局日本ではウーバーダメでしょ、あとほらセグウェイとかああいうのも全部ね法律でダメなのでね、普及しないですよね新しいものがね。まあドローンは多分ほら離島とかね海渡ってこう物資を運ぶとかそういうところからおそらくスタートすると思うんですけど、田舎なんかねこうなんかないじゃないですか、高い建物がね、だからどんどん飛ばせばいいと思うんですけどね。東京の真ん中でドローン飛ばすと大変だと思うんですけど、田舎こそねこうやってねこんな田園地帯であれば別にブーッとね高さ200メートルぐらいで荷物運べばいいんだろうから、営業所大和の営業所からね荷物を住所ポチッと押してね庭にポンと置けばいいわけですから、まあその辺はどうなるんですかね。でもそうしないと、僕もほら二十数年ヤマトと付き合ってきましたけど、もう昔に比べて20代30代のドライバーって見ないもんね、いないでしょ。皆さんのところに宅配配達来る人と、おいくつですかってよく今度見たらいいですよ。皆さん40、50ですよ大体、本当にベテランの人ですね。で若い今度入ってね、なんか大学出て大学専門学校出て入ってきた20代のやつですってやつはいないでしょね。まあ本当にね、だからそんな感じでドライバーになる人は本当にいなくなるということは物が運ばれないということになるわけでね。はい、昨日もだからねトラックに囲まれて走ってくるわけですよでサービスエリアね休憩取るともうトラックでいっぱいですよね。でみんなトラックの中で寝てね、はい、ああいうのは一回ね国交省のね幹部の人はみんな一回ね一日青森からね九州まで一回ねハンドル握ってトラックを走らせてみたらいいんですわ。その担当のね運輸局かなんかの人たちをね、あトラックを運って物を運ぶっていうのはこういう仕事かっていうのをね一回体験するといいと思いますよね。まあこの百姓もそうですけどね、はい。でもこれどうですか、皆さん来たら草むしりやってねやってみますかこれね。暑くておかしくなる前に、以上になりました。ナスがちょっとだけ取れてね、よかったです。それではまた。